ザ・タイムをご覧の皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはもう目を引くのがすごい迫力のある衣装ですね。ありがとうございます。あの原作の、キャラクターを尊重しつつ歌舞伎の衣装と融合したものが出来上がったというふうに思っております。衣装を考えた上で歌舞伎とゲームの融合で一番難しかったところはどこですか？結構原作では胸がはだけてたりとか、あと、ルールーという役も結構胸が強調されている衣装だったりもするので、それを歌舞伎風にどう変換していくのかっていう工夫が結構難しかったです。この生地感というのもそうなんですけれども、光沢のある生地だったりとか少し光らない生地だったりとか、さまざまな歌舞伎で使われている素材を検証しつつ、舞台とそのキャラクターとどういう風にしたらあのお客様にストレートに伝わるかっていうことを素材選びというところでもかなり気を配りました。まずは菊之助さんの衣装のポイントはどこでしょうか？原作では靴なんですけれども、歌舞伎ならではのこう足袋のような形にさせていただいて、あとはこのこういうところもあの原作を尊重しつつ、鎧っぽい感じを出したりとか原作の融合をさせていただいてます。獅童さんはやはり特徴的なのは眼帯ですね。そうですね、これ原作だとサングラスなんですけど、歌舞伎でサングラスはちょっとなかなか出てこないので、アイパッチに変換しました。片目だけで難しくないですか？片目結構多いんですよ実は。あの昔丹下左膳とか片目でやる芝居が多かったんですけど、まあ久しぶりなんでなかなか、まあ今ちょっと慣れてきたところですね。その迫力ある演技も楽しみにしています。本当にそう思ってるんですか？はい、思っております。実はあの目力がすごいんですけども、なんかものすごい止まっちゃったから、なんか僕がもっと喋ったりなんか面白いこと言った方がいいのかなって、どういう間だったのか分かんないんですよ。立ち姿と迫力にちょっと圧倒されてしまいました。いやで、あなたが急に黙るから、次行きましょう。面白いこと言わないといけないのか。大丈夫です。ありがたいです、インタビューして。松也さんはどこがポイントでしょうか？いやもう僕は衣装ももちろんなんですけど、見てお分かりの通り、僕は頭ですね。これも本当に原作にほぼ忠実で、僕も初めてちょっと今喋ってるんで、原作に忠実で、あの本当に初めて見た時はここまで再現できるのかと、そこはもうぜひあの生で見て、もうあの原作ファンの方はですね、驚いてほしいですね。これは皆さんご自身でメイクされてるんですか？そうです。大体どのくらいのメイク時間なんですか？これは10分ぐらいです。僕早いですね。人によって違いますか？どれぐらい？松也さんいかがでしょう？僕、まあ、20分ぐらいですかね。あのこのシームは独特 の、 あのグアド族の血管がかき慣れないもんですから、それちょっとまだ考えながらちょっと時間かかりますけど、菊之助さんはいかがですか？多分僕も10分から15分ぐらいですね。菊之助さんと獅童さんは松也さんと対立する立場にいますけども、舞台の
中で対峙した瞬間はどんな印象を受けましたか？あの歌舞伎では色枠って言ったりするんですけれども、色気のある悪の雰囲気をすごい醸し出してくれているので、まあ私はそのユーナというパーティーのメンバーに心を寄せているんですが、シーモアもユーナのことを好きというか、まあ奪おうとするので声がたきでもあるので、そこがあの舞台でもあの敵対するときにあのそう火花がバチバチという感じで見ていただけるように工夫しております。シドさんはいかがですか？かっこいい今チラッと見ましたね。かっこいい真面目に答えてもいいんですよ。いいんですよ。答えてすごいね、高いとこビューってなるとこあるんですよ。ええ、乗りたい松也さんはどうですか、お二人の菊之助さんと獅童さんの衣装は。本当にそれぞれ あのキャラクターを菊之助のインさんがよくね考えて、一瞬遠目で見るとすごくこう一発でキャラクターが、原作のキャラクターが分かるんですけど、よく見ると本当歌舞伎らしくなっていて、菊之助のお兄さんのティーダは非常に純粋なところがよく、今喋ってない、喋ってるの。なんかポーズ取った方がいいのかな。後輩の時間、後輩にくださいよ。ポーズ取った方がいいの。全部自分の時間にしようとするから。分かりましたよ。すいません。でも、もういい。続けてください。すいません。でも、アーロンはもう本当に、かっこいい。お互いがっこいいんですね。ダンディ。はい。決めポーズありがとうございます。ありがとうございます。出演者の中で、あ、この人最も似合ってるなって思った方いますか、衣装に関して。ヒロインのユーナ、はい、まあみんな似合ってるんですけど、皆さんお似合いですけどね。やっぱりあの男性が女性を演じる、あの歌舞伎独特の女形という手法を、男が女性を演じてるんですけれども、その皆さんの女形のハマり具合がすごいと思います。はい、バッチリハマった感じですか？バッチリハマってると思うので、あのこれは本当に男性が演じてるのかなっていうぐらいの色気や女性らしさが醸し出されてるというふうに思っております。私シーンを倒します。必ず倒します。今回の作品は歌舞伎入門編としても多くの人に足を運んでほしいってお話もされていましたけれども、今回セリフも少し工夫されたところありますか？歌舞伎を見慣れてない方はまず言葉が難しいというふうに古典歌舞伎を見ていただくと、まあ、若干その印象を与えてしまうかもしれないんですけれども、かなり今回は平易な言葉といいますか、現代語でかなりみんな喋ってセリフを喋っておりますので、見慣れてない方でも一発でセリフの意味内容が伝わるというふうに思っております。それでは私からも一つお聞きしましょう。あなたは本当に真を倒す覚悟があるのです？なんだって？真を倒すということ、それは素直です。親父を知ってるのか？これでもエモンの老子としてあらゆることを理解しています。 T、 お前は私と同じだ。父を恨み、この手にかけた私と。黙れ！セリフの他にも工夫された点はありますか？そうですね、音楽もそうです。原作の、サウンドトラックから、新内高太夫さんが、和楽器で、演奏をして、皆さんにお届けしています。なのでファイナルファンタジー10の世界が見事にその和に変換された音楽を聴いていただけると思いますし、また獅童の兄さんの立ち回りではかなりロックテイストな、はい、あの音楽が展開されますので、そこもかなり注目度が高いところだというふうに思っております。その音楽を聴いた印象はどうでしたか？デジタルの音も入ってるんですけど、その中にいろいろな和楽器を入れてたんですね。で歌舞伎特有の美大湯という音楽なんですけど、美大湯の音楽に入ったりとか、それが融合された、まあ、新しい形になったと思いますので、諦めない心ですね。そういったメッセージであったりとか、3組の親子が出てくるんですね。それぞれの親子の形であったりとか、まあもう無限の可能性で、そういうことがテーマになってますので、
何やってんだじゃあ、落ちちゃった。落ちちゃった、ここに入れたら。喋ってるからさ。ごめんなさい、ごめんなさい、続けてください。喋ってるからさ。ごめんなさい。行けよどうぞ。そういうメッセージが込められてるんでね、あの今のお客様を見た時も、すごく感じるものがあるのではないかということで、この膨大な、もうね、セットですよね。セット、それからこの客席が回る。そういうことは、我々と一緒に旅に出ているような、物語の中のお客様も入り込むような、一緒に旅をする、そんな感覚になっていただけると思います。松屋さんは IHI ステージアラウンド東京は一度か何回か経験されたことがあるんですよね、はい、そうなんですよね、昔僕に聞いてんのよ本当にすいません、360度回転するともうあっちに行ったりこっちに行ったりってかなり移動距離が長いんじゃないですか、うん、気をつけなきゃいけないのは、うんね、その場面が終わってどっちに行くんだっけ、ね、みたいなところが迷っちゃう時もあるので、いわゆる全部の舞台がどこからか開くので、いわゆる袖という休んでられるような場所っていうのは基本ないんで、はい、ぼーっとしてると勝手に開いたりもしますしねってなったりもしますし、ええ、そこは気をつけなきゃいけないですね、この劇場の特徴ですよね。松屋さんはかなり重装備なんで移動大変じゃないですか。あ、そうなんです。これ結構あの移動には不便なんですけど、でもあの今回あのありがたいことにあの皆さんは本当に旅してますんで、ずっと出てらっしゃるんですけど、僕はところどころ嫌がらせをしに来るだけなのであのそんなに急がなくていいんで、それだけはありがたいです。はい、演じられていてゲームの世界観を一番感じるのはどのシーンですか。各幕ごとに、もう見せ場のオンパレードなんですよね。最近 SNS でも話題になりましたユーナの異界送り。さまざまな特殊効果を使いつつ、このものすごいその綺麗な異界送りの世界観がこのステージいっぱいに広がりますので、そこが前編の1幕目に当たりますので、水のシーンもありますけど、かなり大変でしたか、映像との融合は。そうですね、あの TBS さんのスタジオをお借りして、獅童さん、松屋さんもはじめ、あの映像にかかっている方、みんなそのスタジオに集結いたしまして、一場面一場面を、本当に映画を撮るような感覚で撮らせていただいて、でそれをこの8メートルのスクリーンに映したりとか、あとは水の効果を使って、あのお客様にその感動的なシーンをお届けできるように、映像を工夫しましたので、そこは広報期待いただければというふうに思っております。今回の作品は大長編ということですけれども、大長編での期待と不安はありますか。僕あの菊之助さんと共演させていただくのも十数年ぶりなんですよ。はい、十数年ぶりにもうどっぷり今回ね、もう一月半もずっとお稽古でご一緒させていただいて、これからの歌舞伎のことでありますとか、そういういろんななんかお話ししたいこといっぱいあるんで、そういうのが楽しみです。歌舞伎の未来について話してみたいなっていうふうに。歌舞伎の未来ですか。やっぱりあの新作歌舞伎を作ることによって、古典歌舞伎も見てみようってなっていただければ我々嬉しいですし、今の若い世代のお客様、歌舞伎を見たことのないお客様を育てていくっていうのも僕らの責任だと思ってますし、そうしないとどん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 歌舞伎っていうのがもう先細りしていっちゃうと思うんですね。やはり今のお客様にも見ていただく、そのためにやっぱり新作歌舞伎であったりとか、さまざまなお客様に見ていただいて歌舞伎に興味を持っていただく。今日は貴重なお時間をありがとうございました。本日のプレイ公演、そして今の話カットするでしょ。いえ、しませんよね。だってこれね、多分ね、あの3分ぐらいのコーナーだったら、多分そうなんですよ。だから僕がなんかね、まともなこと言ってとか全部切られて、なんかね、ふざけてるところだけ。いやネガティブなこと使いますね、使うって言ってんですから。
15分ぐらいのコーナーにしてくださいよ。あ、そろそろですね。すごいあの盛り上げていただいたので、うん、お願いします。選ぶのが難しい。お願いします。はい、お願いします。お願いします。